典型的なフィンランド料理であるカレリアンピーラッカフィンランド料理はライムギやオ麦、ムギ、オートムギなど全粒穀物のほか、ブルーベリーやコケモモ、ホロムイチゴ及びシーバックソーンといったベリーを用いることで知られる。また牛乳、乳製品も食品や飲料は元より用途は幅広い。伝統的な料理では株が重宝されてきたが18世紀以後はジャガイモを 用いることが多い。なお現代のフィンランド料理は、常実の料理に高級フランス料理を組み合わせたものが主流であり、一般の家庭料理も西洋化が進んでいる。地域別に見ると、フィンランド東部では、伝統的に魚や肉をふんだんに使った料理が多い。一方で、西部では、野菜やマッシュルームを古くから利用しており、とりわけ校舎については、第二次世界大戦中に、 カレリアからの難民によりもたらされた。ホロムイチゴジャムのかかった、レーパユーストマンミプッタ伝統的なフィンランド料理は、隣接するスウェーデンやドイツ、ロシアの影響を大いに受けているものの、差異が若干存在する。例えば、スウェーデン料理よりも甘くなく、ロシアと比べて、料理にサワークリームを用いることがほとんどない。この他にも、イースターのマンミやクリスマスのヨールポユタに含まれる、 人参、ジャガイモ、ルタバガのキャセロールなど、祝祭日用の特別料理がある。種類、編集フィンランド料理は、イギリス料理と並び評判は、あまり良いとは言えない。例として、2005年フランス大統領、ジャック・シラクは、フィンランド料理について、欧州で、最悪の料理の一つで、英国料理よりはわずかに美味しいだけと告評したと、報じられた。また、 イタリアの首相シルビオベルルスコーにも、フィンランドのスモークトナカイを、パルマ産のハムの方が比べ物にならないほど、うまいなどと語っている。こうしたイメージの悪さは、かつては過酷なフードゆえ新鮮な果物や野菜が、なかなか手に入りにくく、根菜やクロライ、麦パン、発酵乳製品などによらざるを得ず、またフィンランド料理の薄味が外国人には馴染めない、こと、さらに古くから、 塩以外の香辛料も入手が困難であったことなどが原因として挙げられる。農業や輸送技術の発達を見た現代においてもその状況は揺るがなかったが、転機となったのは1995年の欧州連合加盟である。貿易障壁が取り払われるに伴い、穀物や肉、牛乳などの物価が50%近く下落したほか、スーパーやレストランにも、 世界中の食材が並ぶようになった。今やフィンランド料理は、欧州大陸の最新鋭の調理技術を駆使しながら、日々研鑽を重ね、2003年には、ヘルシンキ市内のレストランが、ミシュランガイドにて二つ星を得るほどにまで成長した。ありがとうございます。